岡崎誠一5月から1971年1月20日は、昭和期の実業家、企業経営者、政治家。岡崎財閥の二代目総帥で、神戸商工会議所会頭等を務めた、岡崎忠夫の長男。兵庫県出身。慶応義塾幼稚者、慶応義塾普通部、慶応義塾大学予科を経て、慶応義塾大学経済学部を1932年に、 卒業し、金棒、岡崎棋線を経て、神戸海上運送火災保険に入社した。同社取締役を歴任して、昭和19年3月、戦時経済、金融統制のもと、横浜火災海上保険、共同火災海上保険、朝日海上火災保険と4社が合併して誕生した、同和火災海上保険の新社長に就任した。戦後は、 東京高期製造所、日報海運など、岡崎家系列の企業の社長や、日本航空、日本テレビ、東洋パルプなどの取締役、1955年から1964年にかけて、神戸商工会議所会頭を務めたのに加え、日本商工会議所副会頭も歴任した。また、政界にも進出し、1950年1月の、 1> 第1回参議院議員補欠選挙で、兵庫選挙区から初当選、以降1965年まで3期務め、参議院の奥委員長なども務めている。1971年1月20日、64歳で、死去、ありがとうございます。